よ、レペゼン文京区神保町歌丸の参上。すごいですね。何にレペゼンっていきなり。すいませんでしたね。こいつはしっかりしましょう。レペゼンっていうのはこれもリプレゼントと書くんだな。リプレゼント英語ではね。英語だね、うん、でこれ辞書引けば出てますけど、代表する、うん、だから要するに例えば今言ったのは文京区神保町を代表してこの歌丸がやってきたぞということなんだよ。代表して要するにまあいわゆるこうよろしくね、レペ文京区代表よろしく、シロよろしく、こういうニュアンスだね。そうだね、うん、あのもう日本語になってますけど、日本語の時はレペゼン、うん、だからなんか日本人のラッパーがレペゼンって言ったら、うん、あ、リプレゼントのことなんだなと思ってて、うんうん、まあ、あのナスのね曲でもありますけれどもね、うん、レペゼンってね、まあ、レペゼンそのぐらいで、うん、あの次のラップのことについてずっとラッパーについていろいろ話してきたので、うん、MC、うん、まあ、あのラッパーと同じぐらいバックで大事なの DJ、 そう、うん、ヒップホップの基本だね、基本の一つあります、うん、DJ なんですけど、うん、DJ にとって一番ここで覚えておかなきゃいけない用語、うん、一つ挙げるとすれば、それは何ですか？ディグです、皆さん、はい、ディグ、うんうん、まあ、ディギングね、ディグ、うん、ディギングとか言う、スティールディギングとか言いますけどね、うん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 、そうこれどういう意味かっていうと、まあ、要するにディグって掘るっていうことですけど、うん、辞書で言えばね、うん、掘るですね、あの日本、これ日本人がよく使うのはディグルとか掘るとか言いますけど、うん、要するにこうレコードなどをですね、こう DJ がこう、うん、この手つきがね、うん、レコードなどをこう掘る、発掘する、古いレコードを発掘する、そしていいネタがあればブレイクビーツにもするし、ブレイクビーツというのは2枚使ってこうラッパーのバックでビートをつないでかっこいい、ね、曲に聴かしたり、ある時はサンプリングと申しまして、こうレコードの中からこういいとこを取ってきて曲を作る、ね、そういうもののための素材となるレコード、素材探しレコードなどのものを掘る、発掘する、こういう作業をディグというね、ディグル、かなり日本語ですね。もうだから日本人ディグってるとか言うもんね。ディグってる、掘ってる、うん、まあ俺ら用語だと猿ってる、こういう なんで猿なの、まあ猿のようなこういう、こう速い人いますからね、レコーディアでね、そうですよね、タタタタタって見る人いるからね。でもこれが本当にね、ヒップホップのその想像力の想像、うん、ね、ものを作る力の基本となってるのは、うん、ディグルということなんだね、うん、そう、だからディグるのをね、こう奥に思ってたらダメだね。っていうかディグダメでしょ、うん、俺なんかだって別に皿はディグんないけど、うん、漫画からビデオから何から別にレコードじゃなくてもお皿じゃなくても、うん、別に他のものをディグってもいいんだ、うん、ディグるっていう精神がヒップホップそのものであると俺は思います、うんうん、チェックショーが、うん、尊いお言葉です。ほら、古いものから作る、これですよ。なるほど、あ、古いものから新しいものを作る、うん、そう、うん、そういう精神がヒップホップ、うん、だからディグるってことイコールヒップホップ。なんか本当に勉強した方がいいよ、みんな。本当だよ、うん、要するに日々勉強だよ。なんかうるせえな、俺らな。なんか年寄りの先生みたいになってきちゃったね。説教じじいとババになっちゃいました。そうですね。でも、まあ、あの耳を貸すべきですよ、皆さん、シロさんの話。バカにしてんのか、この野郎。耳を貸すべき。ラムさん、耳を貸すべき見てみましょう。どうぞ。